ということで、ボストンコンサルティングの代表ですね、内田さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。山中さん、これすごいことですよ。すごいことなんですよね。すごいことですよ。まあ、ちょっと特別プログラムセッション4話ということで、はい、まあ、世界の BCG そうですよ。ですよね。の日本代表が来られるって、はい、これはね、チャージで考えると凄まじい金額ですよ、ね、なるほど、ギャラが発生するとしたらすごいことになるというものを、今日は無料で学生の皆さんご覧いただいていますので、今日はBCG がどういう会社なのか、コンサルティングってどういうことをするのかだけではなくて、まあ、今を取り巻く社会情勢とか、本当いろんな企業と一緒にお仕事されていると思いますので、どんな領域、業界が今後どうなのか、そんなことも、まあ、一コンサルタントとしてもちょっと業界分析というかね、就職活動 この社会分析みたいなことも教えていただけると、学生の皆さんのちょっとしたプラスになるかなと思います。で、いろいろ伺っていきたいんですが、まずはそれぞれのちょっと自己紹介ということをお聞きしていきましょう、はい、北野さんがこの場にいるのには実はすごく理由があるんですよね。そうですね、はい、今僕ワンキャリアの取締役をやってるんですが、はい、実はその前職はですね、BCG で少しだけ働かせていただいておりまして、なのでですね、前職時代の代表の方をお招きするという、つまり、まあ、以前は上司部下というか、はい、先輩後輩というか、上司どころじゃないですね、もう神様みたいな社長で神様みたいな感じですか、元で、はい、今こんな対面で今からどんどん質問ぶつけるわけですね。そうなんですよ。ですし、やっぱりね、僕もこれまでいろんな経営者の方と実は対談してきたんですけど、うん、やっぱり BCG の、 その日本代表の、ね、内田さんにお話聞けるってなった時に、はい、やっぱり今トップの人たちがどういうことを考えてるのかっていうのはやっぱり聞いておきたいなっていうふうになんか思ったので、はい、その辺は今日すごく聞けたらなと思ってきました。そうか、はい、じゃあ内田さんは当時は北野さんのことはそのもう下の方を過ぎて知らなかったんですね。いや、ね、これはちょっと訂正させていただいた方がいいと思うのは、はい、僕らの会社のですね、あれもしかしたらプロフェッショナルファームみたいなところの良さっていうのは、日本企業のこの大企業の上下みたいなのと違ってですね、うん、はい、やっぱそうは言ってもフラットなんですよ。フラットなんですけれども、やっぱりまあ親方みたいなもんなんで、うん、やっぱちょっと腕を見せないといけないというところがあるので、ちょっと腕はねこう見せつけるんですよ、こうコンサルタントとしてただ、はい、やっぱフラット感というと、まあ一応はこうもっと全然フラットな感じなんです。そこら辺は触れたいと思うんですけど、あんまりこう上下という感じではないんですね。でも腕を見せなきゃって言いましたけど、ちょっとズバリね、これからいろんな話聞いていきますけど、最初にコンサルタントにもそのキャリアを積んだら何ですか、腕技術が北野さんあるってことですか。いや、そうですよね。コンサルティングファームって僕思いますけど、職人みたいなところありませんか、やっぱり、うん、そうですよね。ですよね、うん、なんか特定制度みたいなところありますし、さっきその親分みたいな表現されてましたけど、うん、なんか上の人から学ぶっていうことはあるんじゃないかなと思いますけど、どうですか。いや、全くその通りで、いろんな技能が身についてくるわけですけれども、うん、例えば我々もずっとですね、コンサルタントを、まあ、学生の方が我々みたいな会社に入ってずっとこう何年も何年もやってですね、最後までコンサルタントやる方もいるし、うん、はい、あと逆に言うとそこで腕を積んでですね、いろんな多方面に活躍していく、うん、例えば北野さんなんかはその代表例なんですが、よしここら辺でもう腕がついたと、うん、だったらこっちやってみようということで活躍するような、うん、まあ、ある意味ですね、会社であるんですけれども学校みたいなところと、だから卒業生って言葉は大好きなんですよ、まあ、OB、OG っていうところですね、うん、だから卒業生の活躍が非常にコンサルティング会社にとっては重要だというふうに考えています。僕はね、控室でね、ちょっとドキドキしまして、内田さんに、ね、こう名刺を渡しまして、はい、まあ、覚えてくださってるかどうかも分からなかったんで、はい、すごくこう北野と申しますみたいな感じで言ったら、いやいや北野さんみたいな、いや出身でしょうみたいな感じで言ってくださって、はい、あ、僕一応出身者として認めていただいてるんですかって聞いたら、いやもちろんだよみたいなことを言ってくださったんで、一応日本代表なんで認めていただきました、ね、いや嬉しい、やっぱ重要なんですか。いやいや、もうっていうか実際働いたじゃないですか、我々プロジェクトベースで働いてるんですけど、まあ1個2個一緒に働いたことがありましてですね、まあ、ただその時ちょっと もしかしたら僕の印象が悪かったのかもしれない、親方としてちょっと厳しかったからちょっとなんか煙いなっていうふうに思ったのかもしれないんですけども、まあ、ただそういうような割と和気あいあい性と、ただやっぱり腕でやってますから、やっぱそこは厳しさともちょっと入ってるんですけど、ね、そのあたりは今日ちょっと少し触れられればなと思ってます。そのコンサルティングっていうのは名前はよく聞くし、漠然としたイメージはあるんです。おそらくいろんな企業から
まあ、相談をされて、うちの会社がもっと利益を出すためには、もっといい会社になるにはどうしたらいいか、本当は自分たちが一番分かっているようで、客観的に見たらアドバイスできることがあるからアドバイスしてるお仕事というイメージなんですけど、まずこれ間違ってないですか？これはもうその通りだと思うんですね。ただあのコンサルタントってやっぱり難しくて、あのいろんなコンサルタントっていると思うんですよね、うん、もっとこう専門的な、例えば税務のコンサルタントっていう方もいらっしゃるし、割と特定の技術の方もいらっしゃるので、はい、我々はその中でもあの経営のコンサルティングで、さらにその中で経営戦略コンサルティングっていうところなので、うん、主にこのやはり社長とか CEO とかそういう方々の、まあ、なんていうんでしょう、考え抜いて難しくて困ったっていう話についてご相談を受けて、それについてこういろいろサポートしていくって、そんな感じですね。当事者よりも外の方の方が分かっていいアドバイスをして経営が良くなるってことがよくあるってことですか？というかやっぱりあのご自身の会社っていう、まあ、例えば我々よく医者に例えられるんですね、うん、非常に名医でも自分のお腹開けて手術ってできないとか、うん、ご家族の、まあ、例えば治療はやめてるとかってあると思うんですけど、うん、やはりあの客観性っていうのは非常に重要なのと、あともう一つはやっぱ最近業種が混ざってきているので、例えばあの小売業界っていうのも金融業界と混ざってきたりすると、例えば自分の業界がよく分かっててもですね、未来はこういう姿だっていうのはなかなかいろんなことが分からなかったりするので、そのあたりやはり客観的だったり、我々専門家は多くいるんですが、それ専門性なんかも重要になってくるっていう感じですね。今ボストンの場合ですと従業員何人ぐらいいらっしゃって、プロジェクトでいうとどれぐらいが同時並行で動いているものなんですか？そうですね、まずあの何人ですかというと2万人とかって答えるのは世界でっていう、あ、世界ことですね、はい、で日本でいうとですね、大体あの800人ぐらい、まあ、結構大きいんですけれども、はい、まあ、そういう形で走ってまして、まあ、要はプロジェクトっていう塊も、これ大きいプロジェクトもあれば小さいプロジェクトもあるんですけれども、大体あの100ぐらいのですねプロジェクトがこう並行して走ってるっていう、ね、少なくて何人、大きくて何人ぐらいのチームになるんですか？やっぱ少ないとやっぱり例えばあのマネージャーと、メンバーみたいな人で 2、3人でやってる場合もあれば、大きいところだとやっぱ30人とか、しかもまあそれもどちらかというと日本人だけではなくて、世界のいろんなこうオフィスですね、シンガポールの人とそれからパリと一緒に働いてるみたいなチームもあるので、まあその辺はまあかなり大きいチームもあるっていうことですね。北野さんは、まあ、BCG にいた時は、はい、その喋れる範囲で結構ですよ、うん、喋れることない気もしますけど、はい、ないんですか、はい、こういうのはやっぱり、はい、でも、はい、どういう、はい、ちょっと僕ら学生さんも含めてイメージできるような、はい、こういうプロジェクト携わったよとか、こういう仕事したよって、うん、なんか言えるものはほとんどないと思うんですけど、まあでもあの事業開発とか組織の話とかを、まあ、少し携わらせていただきましたね。本当にジャンルもそのファンクションと言われるファンクションとか業種っていうのは本当にたくさんあって、しかもその BCG ってすごい、ね、伸びてるというか、 まだまだ伸びてる印象があったんで、新しい案件がどんどん来てるっていうなんか印象は当時からありましたけどね。その時は茶髪でヒゲ、いやではなかったですね、もちろんあの黒髪でした。全然コンサルタントの方見た目って大事なんですか？ですね、今はですね、今はこれでも OK です。そうなんですか？いますこういう感じの方も。ヒゲはですね結構いますし、はい、あと同時にですね、我々結構デジタルの人間がですねやっぱ増えてきてるんですよ。あ、なるほど。例えば AI のデータサイエンティストの人とかはちょっとやっぱり昔のコンサルタントの、こう顔つきではないですよね。あるいはいわゆるデジタルのもう進んだところだとやはり T シャツじゃないと、やっぱり例えば CEO の前にですね、まあ、我々例えば硬い人間はネクタイしていって、はい、その他にこう長髪 T シャツみたいな、でもそれでもいいんですよ。それが先ほどおっしゃられた自分たちだけだと解決できないところが、やっぱよそ者みたいな人間で、まあ、BCG が責任を持ってやりますよということだと、そういう人間もじゃチームに入れてやろうという話になるので、そこはだいぶ変わった感じですね。北野さんはそうすると、BCG でのコンサルタントの経験も踏まえて、はい、今はワンキャリアで、はい、まあ、役員さんとして、はい、まあ、こういう就職支援をされている、うんうん、内田さんの自己紹介というのもなんですが、こうちょっとキャリアについて、こういうキャリア踏んできたよというのをちょっと教えていただけますか？そうですね、ちょっと逆算でいくと、まず私は今のボストンコンサルティンググループっていうのは学生から入ったわけではなくて、まあ、2社目なんですよね、はい、なのでここでまあ長く
いたんで、まあ、二十数年もここでやって、まあ、コンサルタントとして、まあ、なんて言うんでしょう、キャリアを積んでいったという話なんですが、その前は、一番最初はですね、要は銀行にいたんですね。金融マンからのコンサルタント、まあ、当時は金融はちょっと私がまあ入社したのはそれこそ半沢直樹的なバブルの時代だったので、はい、まあ、どちらかというとまあ何も考えずにですね、志も低かったんだか高かったんだかよく分からないですけども、まあ、流れるように皆さん金融のグループにまあちょっと吸い込まれていったという中で、はい、まあ、そこでまあそれなりにある程度働いた中でですね、それでちょっと思うところあって、まあ、コンサルティング会社の門戸を叩いたという感じですね。でもその時になんかコンサルタントやってる方は MBA を持ってるんじゃないかとか公認会計士を持ってるんじゃないかとか資格も必要そうなイメージありますけど、そういうのは今もう関係ないですね。MBA 取っていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、うん、それはたまたま MBA 取った時にお友達とかの例えばもしかしたら人がこうコンサルティング会社に応募したいんだとかっていう人が なんだコンサルティング会社はっていうことで知ることができたっていうことが大きい話だと思うので、うん、はい、我々 MBA 取ってる人って少ないですよ。その800人の中でですね。そうなんですね。北野さんもそういうの取ったりは別に取ってないですね。海外には留学してますけど、留学はしてたけどという、はい、そうなんですね。ちょっとこのコンサルティング会社 BCG の話もどんどん聞いていきたいんですが、まあ、今日は広くいろんな学生さんが聞いてくださっているということもありますので、まずはこういったテーマをご用意いたしました。はい、まあ、まさにコンサルの最前線でいろんな経営者の方と、うん、触れたりもねもちろんしていると思いますが、今年は何といっても大きい変化があったからこそ我々もこういう形でね、就職セミナーもやっていますが、この変化の縁、うん、ちょっと難しい言葉かっこつけて選びました、うん、すいません。やっぱ変化を大きく感じているのは内田さんどういうところですか、ね、そうですね、まあ、変化の縁っていう言葉は皆さんそれぞれによってちょっと、まあ、なんかニュアンスが違うと思うんで、うん、まあ、ちょっとこう大きな、まあ、非常に重要な変化っていうふうに読み替えるとですね、うん、はい、私はやっぱり経営者の皆さんが気にしているのは、うん、主に3つぐらいのことかなと思います。まず一つ目はですね、これはもう皆さんも要はそう感じていると思います。こういうようなまあなんて言うんでしょう、やり方、就職のまあ就活の中でのやり方も含まれています。やっぱデジタルのうねりがですね、やはりもう要はなんて言うんでしょう、もう止めがたいものがあると。で、例えばで言うと我々 要はまあリクエストいただくテーマ、お客さんからですね、 CEO とか社長とか大体ですね半分ぐらいが何かしらデジタルとか技術に絡まっているもの、要はそれから要は独立、全く独立したものっていうのはちょっとありえなくなってきまして、例えばどんな組織構造にしたらいいんだろうっていうような話も結果的にはオペレーションをどう変えていくかとかいう話もあるので、結局デジタル化っていう話も避けて通れないことにもなりますので、やはりデジタルとかですね、まあデジタルに伴う例えば AI とか IoT とか 5G とかそのあたりの部分の、まあ、なんていうか技術進化の流れがですね、まあ、かなりもうまあ産業革命があったりなんかいろいろ農業革命あったりとかしますけども、本当にでかいですね最近は。もうそこはそれがまあだから例えば CEO の方でもですね、プログラミング言語って Python をちゃんとみんなやれとかって、でも Python って最初は言えなくてなんか違う間違った言葉とか言っちゃうんですけど、 Python だかなんとかとかって間違っちゃうんですけど、ただそういうような流れになってきてるので、そこは非常に大きな塊が第一の塊としてあってですね、デジタル化という変化、内田さんのご年齢ですと、まあ、僕でもデジタルちょっとやっぱ若い人ほどついていけてない世代かなと。そのデジタルって就職した頃なんて全く意識しなかったんじゃないですか。そうですね、全くその通り。ただ私が先ほどキャリアを少し変えたっていうのは、まあ、銀行でずっと働いてたんですけれども、ちょうどですねキャリアを変えたいなと思ったのはインターネットがそうそう出てきた頃なんですよ。その時にたまたまちょっとアメリカにいる機会があったので、これ何なんだろうと、やっぱり産業は大きく変わっていくんじゃないかということで、ちょっとテクノロジーとかですねそのあたりに興味を持って、ちょっとそれによってどうやってこう会社って変わっていくのかなっていうところでちょっとこう思い切って転職した時があったので、まあ、ただその頃のデジタルとか、まあ、まあむしろ IT ですよね、その頃 IT ってことは最近ちょっと聞かなくなったっていうかですね、むしろデジタルっていう言葉だし、もし5年したらデジタルってこともなくなっちゃうかもしれなくて、そうなってくるような波っていうのをちょっと捉えることが非常に重要だと。この BCG で
やっぱりその数年前から BCG デジタルっていうのを作って、はい、デジタルに対応するっていうのは割とこう読んでた気がするんですけど、それはやっぱ内田さんからするとその読んでたよりも速いスピードで来たなって感じなんですか。どういう感覚なんですか。はい、スピードはこんな感じなんですけど、インパクトが大きいですね。あ、そうですか。非常に大きいインパクトで、要は我々もあの先ほど申し上げた CEO の、まあ、なんていう課題とかアジェンダの、まあ、何割かはデジタル的なことが占めるだろうと思ったのが、うん、半分ぐらいがですね、もうそれをこう関わりなくやれないということはちょっと予想してなかったので、やっぱここはですね、だそういう意味だと先ほどあの北野さんがおっしゃられたように、我々の会社で服装が変わってるんですよ、うん、前はもうシャキッとなんかあの金融機関に対するなネクタイでなんとかみたいな、うん、あれですけど、社長に行くときにもその T シャツで、まあ、髪の毛が長い人とかですね、うん、いろんな方が行くような時代になってきたので、はい、そこはだいぶ変化かなと思います。うん、面白いな。ボストンには BCG デジタルっていう部門が、デジタル専用専属チームみたいなのがあるんですか。そうですね、ここもあの要は最初はまあ、割と小規模的にやってたんですが、非常にこうやっぱり大きくなってきたし、それは既存のコンサルタントもデジタルを勉強しなくちゃいけないし、あと本当にデジタルの人がコンサルティングの方に来てる方もいらっしゃるので、これ山中さん、あのね、多分服装とかどっちでもいいんじゃないって思われるかもしれないですけど、実際スタートアップの世界に来ると確かに対峙する方とか企業の方とかでめちゃめちゃスーツカチッと着て、そして Mac じゃなくて Windows とかで来たらちょっと俺らと合わないかもなって感覚でもうその時点であるんですよ。なんかピシッと言われて、そう、我々の危な今日俺よかった、なんかこんなんできて合わなさそうかなと思うんですよ。正直だってトレーナーですもんね。この生放送なのにトレーナーで来てますからね。でもまあそれはまあ一例なんですけど、要は それぐらいその本質的なスピードとか本質的にやるべきことやってたらいいんじゃないみたいなカルチャーがやっぱ結構あるんで、服装関係ないと思うかもしれないですけど、意外と就職活動とかされててもやっぱ服装って結構出るじゃないですか。出ます出ます。なので意外と面白い変化かなって思いますね。このスピードで聞いてると1時間で終わらない。だって内田さん3つありますっていううちの1つですからね。まあ、そうですね、あと2つも。じゃあちょっと2つ目3つ目軽く、まあ、ただ重要なんですが、2つ目はですね、やはりあのこれ皆さん感じていると思いますが、国境がですね、国と国との国境が上がっちゃったんですよ。これは上がっちゃったんですね。要は今回のコロナで、コロナ前からですね、やはり米中の争いとか、まあ、トランプさんとか、そこら辺 で自国主義、要はどちらかというと今までは国境はないものだ、例えば5年前とか、あるいは10年前の、はい、まあ、例えばビジネス書とかを見ると、もう国境なんかないよと、はい、要は工場なんていうのは最適なところに作ったらいいんだとか、消費者のところのこう一番なんとかで作りましょうとかっていうのがあったんですけど、今はですね、そんなことはできなくてですね、やっぱり米中っていうのが、これもやっぱり争いっていうかライバル関係ですね、やっぱり 2,30 年続くっていうふうにやっぱ言われているので、その中で特に日本という国はですね、まあ、ちょっとこういい感じでこう距離感をですね保って引かないといけない。まあ、挟まれてますもんね。そうですね、業種ごとに非常にそう神経質になる業種もあるので、やはりあの国境がすごく高くなるっていうこと、まあ、ヨーロッパもちょっとこうイギリスがこうちょっとこう、EU から出ちゃったりとか、だからもう世界がこう地球がまん丸でですねツルツルでっていうのではなくなるような宗教対立もありますし、つい最近までグローバル化、世界の距離がどんどん縮まっていると言われていましたが、逆行する動きが、まあ、今年、去年ぐらいから始まっているということですかね。そうですね、これはあの多分すごく長い100年とかというレベルだと、やっぱり国境ってどんどん低くなっていくんですが、やっぱ我々があるいは視聴者の皆さんがですね、生きていくビジネスパーソンとしてのですね、半分ぐらいの時期はもしかしたら結構国境が上がるっていう前提で、いろんな企業さんとかが活動するような時代かもしれないので、そこはちょっとですね、少し、まあ、経営者の皆さんももう大きな問題としてドラマ入ってますね。これ北野さんに翻訳していただきたいんですが、国境の壁が上がるということは企業としては具体的に何がどう変わる、工場がここに置けたのに置けなくなるとか、どういうことですか。例えば、いやもうシンプルに、でもあの輸入とか、ね、輸出とかやってるビジネスからすると、そのハードルが上がるっていうのは多分あると思いますし、まあ、あとはあのコンサルティングファームとかの例であれば、その僕がちょっと聞きたかったのが、そのグローバルで展開されてるじゃないですか、 BCG って。それはプラスに働くんですか。やっぱりその国境が上がるからこそ、いろんなそのファーム、いろんな国でワンファームでやってることはプラスなんですか。それともやっぱりそのちょっと行き来しにくくなったり
とか知恵を交換しなしやすくしにくくなったという意味でマイナスなんですか？これはね、我々プラスだと思ってまして、国境は上がるんですけども、そうは言ったってみんな鎖国するわけじゃないのでどうやって国境は上がってるんだけども、その中で先ほどおっしゃったグローバル的なものっていうのをこう使いこなしていくかっていう話なので、結構やはりあのグローバルに、まあ、我々やってるので、そこはあの非常に貢献できるかなというふうに思っております。壁を各企業意識しながらも、いかにでも効率を求めるかという時のお助けにはなるということですかね。そうですね。例えばあとは日本である、まあ、新しい、例えば木野さんさっきおっしゃった事業をするという時に、うん、類似の事業を例えばエストニアでやっている企業があるという、そこの例をですね、やっぱふんだんにこう、うん、勉強した方が発射台上がりますから、うん、まあ、そういう時って我々は別にあのそこのいろんなところに、まあ、エキスパートもいますので、そういうのはこうフルに使うような、例えばでいうと東南アジアの企業なんかは結構やっぱそういうところは非常に世界のノウハウとかを仕入れるのがうまいですよね。真似するというか、で、まあ、真似しながらもそれにこうあのローカルな味付けをしたりして、まあ、そこは日本ももう少し頑張らなきゃいけないところがあると思います。デジタルのうねり、はい、国境の壁が、まあ、上がった。そして3つ目の変化、あとですね、これは1個目2個目にも関係あるんですけども、関係ないところでも起こっているのはやっぱり人間のやっぱ価値観が非常に変わってきてますよね、うん、例えばで言うと、おそらく山川さんが就職活動された時と、うん、今皆さんやられているのはやっぱり目に見えないいろんな前提が全部違ってると思うんですよ、うん、っていうところだし、例えば、副業って最近あると思うんですけども、はい、こんなのも当たり前になりますよね、うん、私は前からちょっと言ってるのは人生二毛作というか、はい、やっぱ同時に同じことをやるような時代になっていくんじゃないかなと、要は倍速で生きるというかですね。で、例えば今の例えば、要は新しい時代のネットで育った方々っていうのは、うん、いっぺんに何個のこともするじゃないですか、うん、例えば、まあ、テレビ見ながら、ちょっとネットであれしてなんとかって、まあ、昔だったらテレビ、ね、あ、ちょっとすみません、あのテレビを要は、あの私はまずテレビっ子ですから、テレビ大好きなんであれですけど、いや僕もそうです、スマホ見ながらテレビ見る、当たり前ですね。昔はもうリビングにテレビがあって、うん、もうテレビにこう 100% 集中しないといけなかったと思うんですが、はい、まあ、今ちょっとこれ見ながら、この、 あの俳優さんってどうしたんだっけってこう、ね、まあ、調べたり、ね、はい、しながらなんで、やっぱそういうことと同じで、やっぱりあのすぐには変わらないと思うんですが、例えばある会社に企業に勤めながらも、うん、例えば一方でNPO を手伝ってますとか、あるいはもしかしたらこの会社とこの会社って両方勤めちゃってるみたいな話っていうのは今後出てくるようなこともあるかもしれません。あと家族のイメージもやっぱだいぶ変わってくるかもしれません、役割分担とかですね。やっぱり人の価値観が変わる中で、そうすると企業の経営者から見てっていうと、言うとそういう中でどうやって従業員の方に自分の会社にコミットしてもらうのかっていうのは、いろんな工夫をしないとですね、いけないので、最近だから私が経営者の皆さんと話していて発生する言葉として単語が増えているのはエンゲージメントって言うんですよ。ああ、そうなんですか。どういう意味ですか、結婚じゃないんですか。従業員の方がやっぱりどれだけあの我々の会社に対して、まあ、本気でこうコミットを巻き込んでやる気になってやってくれるかっていう話が重要で、ちょっと前までですね、株主が多かったですよ。だから株主よりも従業員ですね。従業員、これすごい面白い。僕も地方で講演したりするんですが、僭越なんですけど、うん、あの本とか出してるので、はい、それでそのこの15年間ぐらいで中小企業の経営者に聞きました、うん、経営課題って何ですかっていうので、もうずっとトップ3ぐらいはもう15年間ずっと一緒なんですよ、はい、例えば事業の開発とか、うん、あとは人材の採用と育成とかって、もう15年ずっともう経営課題なんですよ、うん、でこの3年ぐらいで急激に伸びてるのがデータで見てもエンゲージメントだったんですよね。エンゲージメントの意味がちょっとまだちゃんと分かってないので教えてください。エンゲージメントはモチベーションと一応違うというふうに言われていて、うん、まあ、エンゲージメントはその企業とかその事業に対して主体的な意味合いでこの会社のことにコミットしたいみたいな思ってるっていう、そういう、まあ、難しいですね。自発的に会社愛社精神とはまた違うんですか。愛社精神とは違うんですか。これは愛社精神よりもですね、もう少しその企業の理念みたいなものとか、我々こういう会社なんだよということに、あ、だったら私は参画したい、
参画したい、主体的に参画するっていうのがエンゲージメントだと思いますね。なんか雇われてお金のために働いてるっていう話、これ大切ですよ。お金稼ぐのは、お金稼ぐのは大切なんですが、それ以外にやっぱこの旗印に向けて要はコミットしていくんだと、僕もやらせてよ、だから雇われてるっていうよりもですね、参加しているっていうことですね。だから企業の経営者も雇ってるっていうものだとダメですね。そういう神経だと、要は参画していただいてるんだと、参加だよねと、みんなでグループで頑張ってるんだという意識に組織を変えていかないといけない。それでその講演ねさせていただいた時にも、その現代における強い会社の条件みたいなのを、すごく僭越ながらお話しさせていただいたんですけど、その中の一つにやっぱり確かに内田さんがさっきおっしゃったように、退職者に対する対応とかものすごく重要みたいな話もして、例えばちょっと前であればやっぱ退職する人とか転職する人とかってやっぱり裏切り者というか、なるほどだったじゃないですか。ありました。でもそういうのって今もうバレてしまうんで、さっきその雇うっていう条件だったらダメだって言ったのは、働く人からしても、いやそんなそういう感じならじゃあ違う会社行きますっていう転職が普通になったっていうのは、その働く人とかキャリア間の変化っていうのでも面白いなって僕結構思ったりします。これ僕を聞きたかったのもう一個あって、今就職ランキングをね拝見すると、我々も出してるんですけど、東大京大ランキングとか出すと、もう本当にコンサルティングファーばっかりなんですよ。もう上位20社のうちコンサルティングファーばっかりで、で BCG さんって本当1位とか2位とかいつも入るんですよ。なんかそれってなんか内田さんから見られてて、そのやっぱり働く人が求めている価値観みたいなの変わってるなっていう感覚なんですか、それとも変わってないけど、そのある種 BCG がすごくこう一般に受け入れられやすくなったから、増えたかなっていう感じだ。どういうふうに解釈されてるんですか。これはですね、やっぱり皆さん変わってきたのはあると思うんですが、私はコンサルティング会社が上の方にあるというのは、こんなこと言ったら身も蓋もないんですが、健全じゃないと思っていてですね、というのはもっと他の大企業さんとか含めてですね、エンゲージメントみたいなものっていうのをこう要はだんだんやっていくと思うんですよ、いろんなやり方で。それで要は自由な活力が湧くような参加できるような企業だっていうと、そういうところがどんどんこうランキングにね、上になってくるような気がするの でそうすると、変な言い方、我々なんかはもう打ち負かしていただきたいと、ああいう感じです。ただ我々の方がどちらかというと、そこら辺は学生の皆さんも要はちょっとこう大企業さんよりはいろんなことができそうだとか、若い時からちょっと大きな仕事できそうなんだとか、あるいはちょっとなんて言うんでしょうね、ちょっといろんな企業エンゲージメント的なところも進んでるんじゃないかというイメージがやっぱり あるんだと思うんですよ。それイメージは合ってるとは思うんですけども、ただ他の企業さんも努力していくと思うので、そうなっていくと、そこはもう少しこのある意味ランキングという意味においては、切磋琢磨していきたいなというふうに思ってます。ちょっとテレビ東京さんのビジネス番組のような、いやいや本当に中身になってきたんですが、ちょっと興味は僕すごくあるんですけど、とはいえ一方で学生さんもね多く見てるので、じゃあちょっと学生さんにもう少しストレートに就活に役立つように、コンサルの方たち、もしくはスタートアップも含めてですけど、今見るここの領域、この分野、この業界っていうんですかね、どう見てますと、それはプラスで見てますも、昔に比べてもちょっとここはテレビ業界右肩下がりとか言わなくて結構ですからね。いや、はい、全然どの業界を注目してるとかも含めて、ちょっと内田さん、いろんな業界とお付き合いあると思うんで、どんな領域ですか。業界っていうとなかなかまた難しくなっちゃうと思うんですけど、私はもし自分が今学生に戻れたら、やっぱりですね、さっきおっしゃったようにどの業種っていうのも大切なんですが、やっぱりこの要はエンゲージメント的な目線を打ち出してる、あるいは打ち出そうとしている企業さん、もしかしたら話す中でとかいう中で、例えばひげとか茶髪でも OK だとかですね、そんなことは関係ないんだと、要は私たちってこれやりたいんだから、これやりたいですかっていうような、そういうようなですね、度量の広い企業さんというのは、私はもしかしたら最初にこう、ジョインする際にはですね、いいんじゃないかなというふうにちょっと思いますけどね。これだって内田さんの就職活動とか転職活動された時って BCG ってそこまで有名ではなかったですよね。私正直知らなかったですね、ですね、学生の時ですよね、知らなかったんで、そうですね、だからそう、例えば最近だとSDGs とか ESG とかですね、よく言われていると思うんですが、これちょっとこんな言い方するとあれですけど、経営者の皆さんみんなここに SDGs バッチしてると思うんですよ、はい、でこれもバッチしてないとちょっとかっこ悪いし、一応バッチはしとくかと、でも本当に信じている方とですね、
そうじゃない方っていらっしゃって、別にそうじゃないのが悪いわけではないんですけれども、ただ本当に信じていろいろ変えていこうっていうような会社さんは比較的やっぱりエンゲージメントっていうのを発する度合いとか真剣さってちょっと違いますよね。やっぱ内田さんから見てスタートアップとかはどう見えるんですか？もう好きですね、やっぱり。ただもしかしたらスタートアップ行ってから大企業とかも、今後はもしかしたらスタートアップやってから、まあ、霞が関とかああいう固いところに行く人も出るだろうし、また逆もあると思うんで、私は要は、日本という国にとってはスタートアップって非常に重要だと思いますし、ただスタートアップっていうと正直言っていろんな縁がないとなかなか、なんていうか、かっちりこうケミストリーがあるところに入れるかどうか分からないじゃないですか。ちょっと変な言い方ですけど、ちょっとこうなんかまだゆるゆるだったら、ちょっと学生さんからするとジョインするのにはちょっといろんな教育システムとかもゆるいとかだとね、ちょっと心配だっていうんだとすれば、どっか行ってからスタートアップっていう手もあると思うので、僕はでもスタートアップは重要だと思うし、あと今後はやっぱりどっかでこうなんていう失敗を1個か2個必要だと思うんで、頭ぶつけたらいいと思います、でも今お話聞いてると本当にそのエンゲージメント、僕まだちょっと 100% は理解できないんですけど、エンゲージメントということがキーワードになってきて、内田さんもそこをすごく大事に、もし学生だったら見ると思うよ、これ今ご覧になっている学生さんにも響いていると思うんですが、となると採用活動自体も各会社は今までみたいな採用とは変わってくるんですか？変わらないといけないんですけど、変わってるところと変わらないところもやっぱあると思うんですね。どうしてもやっぱり昔の人事部的な方々がやっぱり、まあ、過去のやり方はこうだったっていう話もありますから、どう変わらなきゃいけない、どう変わったらいいなと内田さん思ってらっしゃいますか？やっぱですね、明けっぴらめにしないといけないですよね。もう要は、皆さんもネットでいろいろ見てるので、会社の人がこう公式的に言ってることは本当かなっていうのはあるじゃないですか。だからそのあたりのオープンさっていうのはやっぱエンゲージメントは重要なので、なぜかというと参加してもらうんで、嘘っこのこと言って参加してもらったらインチキじゃないですか、でそれはダメですから、やっぱもう表裏っていうのはやっぱりこう隠せないということですね。でも採用活動の時、各企業さんってそれこそワンキャリアで働かれたら分かりますけど、いいとこ出したいでしょ。そうなんですよ。なんか弱みは隠したがるでしょ、もちろん。そうなんです、ね、毎日放送もそうだと思います。毎日放送もそうなんですか？そうだと思いますよ、それは。隠してるんですか？隠してはいないと思いますけど、多分バレてると思いますけど。いやでもそれはもう絶対のオープン化っていうか、データのオープン化って、僕のオープネスっていう本を出してまして、ダイヤモンド社から、はい、それはオープン化ってものがキーワードだよって、コンセプトだよっていうのを出してくらい、オープンっていうのは結構去年かな、一昨年ぐらいから言ってるんですけど、はい、やっぱそれはやっぱデータによってもう溜まっちゃうんで、だからこの LINE もそうだと思うんですよ。多分10年前とか20年前であればですよ、 BCG の日本代表の内田さんが出ていただくって、しかも生放送で YouTube で出ていただくって多分なかったんじゃないかなと思うんですよ、ありました？ありますよ、ね、まあ確かにね、ちょっとライブものは危ないっていうふうに昔から言われてたところがあるんで、ちょっとこうやってもらえないじゃないですか。だからでもそれこそオープンネスですね。もうでもね、そうじゃないともうね、無理ですよね。いや無理ですよ。あるいはそこを果敢にね、ちょっともしかしたら私も今日出現の 2,3 あるかもしれない、それを皆さんが個人で編集していただいて、編集していただいて、ただやっぱりオープンさとか正直さ、これがやっぱないと、やっぱりいい人をこう引きつけられないですね、参画してもらえない。なるほど、じゃあそういう目でちょっと学生さんはね、就職活動を見てもらいたいんですが、ちょっと次のテーマに行く前に、その就職活動にせっかくね学生さんが見てくださっているので、直接的な質問が来ているので、ちょっと内田さん、北野さんにお答えいただいてもいいですか？はい、ですね、就職活動をする上で選考対策で悩んでいます。エントリーシート、面接のダメな例、いい例を教えてください。これは多分ワンキャリアの斎藤全員見ていただけたらと思うんですけど、内田さんの思う、せっかく内田さん見てるんで、はい、エントリーシートというよりは多分エントリーシートはさすがに見られてないと思うんですけど、面接にも、ね、見られてるという話だったので、なんか見てるポイントとか、多分そっちの方がいい。そうですね、これもしかしたら当然企業さんによって違うと思うんですが、ただ多くの企業さんの企業側からすると採用っていう方向になると思うんですけども、当たり前ですけど非常に山のように人に会ってるわけですから、はい、大なり小なりやっぱり人を見る目とかってあるので、さっきの企業がオープンっていうのもあるんですけど、ご自身もオープンにした方がいいですよね。あんまりですね、着飾るよりは、要は明けっぴろげにこうなんだ
ていうところをこれ怖いですけども、やっぱそこでその中で長所ですよ、ね、当然あと弱み、我々例えば我々の会社は結構弱みを自分で言える人っていうのが大好きなんですよ。なぜかっていうと、こんなところが自分弱いんですと、ダメなんですと、飽きっぽいんですと、ただそれを補うように、もしこれは自分なりに強みかなと思っているのがあるので、弱みは今後直していくし、強みで補うんですって、うん、そんなこと言われるともう即一緒にやりましょうみたいな感じに、あ、ちょっとすみません、これそれでダメだったっていう、まあ嘘じゃないですか、ね、でもね、もう辞めた側なんで関係ないって言いますけど、BCG は確かにすごいいい人多いですよ。なんかいい人多いですよね、感じいい人が多いなっていう気は僕はすごくしますけどね。めっちゃ頭いいですけど、もちろん、でもそういう印象はあるんですけど、僕もちょっと深掘りして聞きたいなと思ったのは、その中でも内田さんが期待する若い人、まあアソシエイトとかでもいいですし、学生さんでもいいんですけど、特に期待する学生さんの特徴とかそういうのってあるんですか？弱みっていうのはまあベースだったとして、やっぱね、まずコンサルタントとして向いてるかどうかっていうのは、やっぱり人を好きになれることって結構重要なんですよ。これは期待していることっていうよりは、やっぱり我々お客様商売なので、はい、頭は使うんですけど、なんとか理論を考えるわけじゃなくて、お客様の問題を解決するので、いい悪いは別としてですね、お客様も好きになるっていう、やっぱ人によってあるじゃないですか、なかなか人好きにならない人と惚れっぽい人っていうのは、惚れっぽい人はね、結構成功確率が高いんですよね。面白い。その弱みを出すというのもよくね、短所長所書いてって言いながら、本当にダメな弱みを書いたら跳ねられるんじゃないかって恐れる学生さんも多いと思うんですけど、その弱みを見せてほしいなとおっしゃる、こんなこと見たことあるよとか、こんな弱みは魅力的に見えたよっていうのがあるんですか？例えばこういう自分は弱みがあります、なんで弱みがあるのかっていうのは、例えば自分のこう、要は受けてきた教育とか歴史からして、こうだからここが弱いんですなんて言われちゃうとですね、ちょっとこう、まあ、涙は出ないもののやっぱそこまで自分について向き合ったり、そこを見せて、でも僕はこれでこうこうこうだから強みもあると思うし、やりたい、参画したいんですって言うと、参画しようよみたいな、そういうところはね、ちょっとあると思うんですよね。単に弱みを言うだけじゃなくて、そこを自己分析できている理由までしっかり分かっているというか、分析できていたりすると、それは決して単なる弱みではなくなるのかもしれない。あと弱みに向き合うと、実は弱みって大体強みと大体表裏になっているので、自分はこれは弱いな、でもこっちは強いなって分かるので、そこはやっぱりそういうこの頭使いをしたら大切かもしれないですね。北野さんがもしあなたの弱みは何と言われたら何て言うんですか？そうですね、頑固。あ、でも頑固って多分本当はダメなんですね。素直さが重要だと思うんで。あ、でも弱みなんでしょうね、いっぱいありますからね、はい、でもそこをどうプレゼンできるかっていうのも、ちょっと学生さんはじゃあそれぞれ ね、考えていただく必要があるんでしょうか、はい。ちょっとお時間もね、あるので、ちょっとどんどん行きたいんですけど、テーマ、ね、はい、テーマとして、実はこのボストンコンサルティングなんですが、はい、今関西や九州、まあ、西日本に結構力を入れている、なんか、大阪京都にも支部というんですか、支社、そうですね、作られたオフィスを、この7月に開設しまして、はい、やはり我々関西の地域、今もちろんそれよりも西っていうのも重要なんですけれども、そこはちょっと力を入れていきたいっていう地域でございまして。理由はどうしてでしょう？やはりですね、我々ちょっとここ、まあ5年ぐらいはですね、若干デジタルとかに力を入れすぎちゃったところがありまして、本当は関西にもっと早くオフィスを作りたかったんですけども、やっぱそれは関西のお客様がやはりまだこう、何でしょう、外部のプロフェッショナルファームみたいなのを利用するっていう習慣がまだ十分じゃないんですよ。我々お客様はいっぱいいらっしゃるんですけども、だけども活用するとですね、非常にやっぱりいろんなことができるんで、であるいはデジタルっていうことに関してもいろんなIT の会社さんとかもいらっしゃいますが、デジタルを戦略と組み合わせるみたいなところは、またそこも外部の人間の知恵も必要だと思いますが、そういうところは我々が貢献できるところだと思っているので、ちょっとこうやや遅くて申し訳なかったんですが、関西でオフィスをしっかり構えて、お客さんとのもコンタクト頻度も増やしながらです、今もお客様いっぱいいらっしゃるんですけども、もっともっとこうやっていかなくちゃいけないなというところですね。北野さんと内田さんそれぞれにお聞きしたいんですけど、まあ、よくここ数年はね、ずっと東京一極集中で、まあ、関西元気ないんじゃないかとか言われていたこともあると思いますけど、その、内田さんの場合は企業を見ていての、当班の
差とかもしくは可能性関西の。で北野さんはそう学生さんを見ていての当伴ということでも何か思うことがあるのか、ちょっとそれぞれお聞かせいただけますか。大阪の可能性、関西の可能性。可能性はもうむちゃくちゃありますよね。ありますね。で我々ちょっと可能性ということでちょっと先に申し上げると、我々のですね、会社の存在意義、パーパスって呼んでるんですけど、そこは非常にしつこくこう何度も何度も問いかけながら、自分たちって存在意義って何だろうっていう時に、我々フレーズがあってですね、アンロック・ザ・ポテンシャルっていうのがフレーズなんです、はい、アンロックっていうのは、あんまり日本人使わないんですけど、要は解き放つみたいな、ロックを解放すると、バーンって、でポテンシャルってそれぞれポテンシャルがあるから、それをこうバコッと外すっていう話なんで、アンロック・ザ・ポテンシャルのお客様向けだったり、従業員だったりですね、我々 BCG の人間もそうなんですけど、関西をですね、の方々を、会社さんってすごくポテンシャルあるんで、アンロックをお手伝いしたい。っていうのは我々のやっぱりですね、要はまだまだいろんなことができるし、もしかしたらもっと上手いやり方があるかもしれないので、そこはいろいろディスカッションさせていただいて、少しでも力になれればなっていうのが我々の、今回の評価の意味ですね。スタートアップ企業が東京の方が多いということの僕の個人的なイメージかもしれませんが、やっぱり関西の企業の方がまだまだその保守的というか、そういう意味では可能性がまだあるのかなとも思うんですが、そんなこともないんですか。関西にもスタートアップも多くてという感じなんですか。いや、もうどんどんもっと増えるだろうし、多分ですね、東京が GDP でナンバーワンになったのってせいぜいなんか1930年ぐらいまでからだった。その前はずっと大阪だったじゃないですか、あるいは京都もいろんな中心だったんで、やっぱちょっとね、もっとこう要はポテンシャルを開花する時期なんじゃないかなというのは我々の考え方ですね。さんは見ていてどうですか。そうですね、2つあるなというふうに思っていて、そもそも関西って地理的に伸びるマーケットに近いっていう物理的なメリットがあるじゃないですか。すなわちその東南アジアとか中国とかに伸びる、近いっていう、メリットありますよね、で、やっぱそれが普通に市場のポテンシャルとか伸びしろっていう点で言っても、関西とか九州の企業がこれから伸びていくっていうのは、マクロで見ても多分そうだなと思うのが一つ で、もう一つはやっぱスタートアップの中でもそのオフィスが関係ないエンジニアリングと中心にしている会社さんで、実際にオフィス持ってない、あるいは今回のコロナによってオフィスを解約して、実質的にリモートワークで経営している会社さんって増えてるじゃないですか。 Facebook とかも多分そうだと思うんですけど、だからそのテクノロジーっていうかソフトウェアの会社ってそこまでそのオフィス環境が東京である必要ってメリットが少ないので、だからそういう意味でもその関西とか、関西なのか分からないけど九州かもしれないですけどに増えていく可能性は全然あると思いますけどね。もしコロナがなかったらやっぱりその渋谷とかってやっぱり近いんで、企業が、めちゃめちゃ 2B の営業ね、法人営業とかは効率が良かったんですけど、コロナによってそのメリットってのは落ちたなっていうのは思いますけどね。ということはコロナでその関西でいいじゃないかと気づく人というかも増えてくるかもしれない、そうです。どうですか、実際関西で。僕はね、出身が東京なので生粋の関西人ではないんですが、関西に外から入っていった人間としてはね、やっぱ関西の人は特に大阪もそうです、京都もそうです、それぞれなんていうんですか、僕らの文化はこうだよと。なるほど。そのグローバル化とか東京と一緒にならないよみたいな独自の文化を大事にするというものも一方であるのかなと。言葉変えると頑固というかね、そういう人たちがこの新しく東京からもう企業が行ったり、もしくはコンサルがアドバイスしに行きますよという時に、そういうなんか自分たちはこやでっていうのを守ろうとするのは今のお話とを聞くとうまくいくのかなと思ったりする部分もあるんですけど、これ結構面白いんですけど、あるめちゃくちゃグローバルで有名なVC のですねパートナーの人とこの前対談イベントで、対談させていただいたんですけど、シリコンバレーってすげえオープンなイメージあるじゃないですか、でも実際は超クローズドだよみたいな、超クローズドでそこら辺で情報を交換してて、でももちろんオープンなところはすごくオープンなところだよみたいな、だから結局イノベーションが生まれる条件って、そのすごくオープンなところと一方でそのクローズなコミュニティっていうのが両立してるところなんだよっていう論を唱えてて、僕はなんかすごい面白いなって、それ京都とかそうじゃないですか、イメージね、京都とかもすごくクローズだけどグローバル展開した企業とかあるじゃないですか、だからなんかそのイメージはむしろ東京よりもなんか関西の方がちょっと近いなって僕はその話を聞いて思いましたよ。ちょうど東はねニューヨークで、西はシリコンバレーみたいな、位置的にも似てますし、そういうイメージは僕はすごい持ってますけどね、だからその後面白いなと思いますよ。
内田さん、これはもう関西、そしてここからっていう感じですか、まあ、BCG からすると、前もお客様がずっといらっしゃったんで、うん、まあ、さらにっていうことだと思うんですけども、うん、たださっきの話で近いのは我々だから要は大阪は大阪、京都は京都の、うん、まあ、なんていう自負心があると思うので、なので2つオフィスがあるんですよ。大阪だけじゃないし、ね、京都だけじゃない。なるほど、やっぱそこは2つ作って、普通のグローバル企業だったら効率的に考えてなんだよって話だと思うんですが、どっちかでいいのに、我々の BCG の考え方からすると、それはもう両方とも強い文化だから2つ当たり前じゃないかと、うん、我々もボストンとニューヨークのオフィスがあるんだから、面白い、なんでそれで京都と大阪じゃ当たり前じゃんって感じ。なるほど、いう感じです、ね、やっぱそこは独自性をしっかりと認識されてるからこそのそれぞれなんですね。はい、そう思います。なるほどね。ちょっと関西の学生さんからすると本当にこれは嬉しいと思います、ね、これはじゃあ例えば関西の学生からすると関西ででも働きたい、でももちろんグローバルな環境で働きたいみたいになったら、それはある程度希望は通るんですか。もちろんですね。もう例えば私たちが思っているのは、例えば大阪のオフィスに入ってもらって、要はグローバルでやりたいって言ったらシンガポールに行きゃいいし、ニューヨークに行きゃいいし、っていうのをぐる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 回りながら、またその経験をもう大阪でやるとか、まあ、別に東京だって別に適視する必要ないので、そこら辺はどん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 混ざっていけばいいかなというふうに思います。なるほど。もう一つ用意している質問があるんです、はい、ぜひお聞きしたい、こちらでございますね、戦略コンサルにファーストキャリアを投資するメリットは、ということで、まあ、くしくも内田さんもファーストキャリアではなかったわけですもん ね、ということで言うと、この質問の問いに対してはどういうお答えになりますか。ですね、これ、もしかしたら北野さんは北野さんで入門された時に、入社された時に、いろんな考えだったと思うんですけど、まず一つあれなのは、いろんなことに携われるんですよ。例えばある企業さんだとこの業種ってなっちゃうので、どうしてもそれって、それはいいんですよ、それは非常に面白いんですが、いろんなものを食べたいなとかっていう人は、結構それはその中で自分としてこういうことがやりたいんだっていうのを見出すためにはいいと思うんで、当時私も銀行とかっていうのに誘われる文句で言うと、いろんな業種のためになるんだよと、俯瞰できるよっていうような話はあったんで、そこの部分と、あとですね、やっぱりですね、みんな入ってくる人間が個性的なんですよ。でダイバーシティも外人もいますし、はい、そうなってくるとそこで刺激を受ける、やっぱ若い時やっぱ刺激だと思うんですよね、ライバルだったりお客さんだったり、先輩だったり、そこのところがあるので、そこで磨くことができると思うので、腕をですねっていうところがあるので、そこは鍛えの場とすると、大変に思う時もあるかもしれないです。だけどもそこで要は成長すると、そこでずっとやっていくんだっていう話もありますし、平野さんみたいに、じゃあちょっと自分で会社のところの分をこうやっていこうとかっていう話だったりとか、いろんなことあると思うんですよね、北野さんから見るこの問いの答え、先ほどもね、学生さんに人気で取ると、アンケート取ると、上の方はみんなコンサルになると、その理由も含めてですよ、どういうふうに見てらっしゃいますか。理由はですね、よく言うのはですよ、やっぱり選択肢をできるだけ広げたいっていう、決めきりたくないっていう学生さんがコンサルティングファームを選ぶ傾向はあるなと思っていて、今内田さんおっしゃるように何でもできるからってことですか。そうっていうふうに僕らは考察していて、でも決まってる子はやっぱりこの会社とか起業するとかって決まってるんで、だからある意味でモラトリアムがちょっと伸びてるっていう、なんか側面は現実的にはあるかなっていうのは思いますね。で一方でそのコンサルティングファームといっても本当に千差万別だと思うんですけど、僕が BCG さんでちょっと働かせていただいていてよかったなと思うのは、やっぱりグローバル水準のオペレーションとか、グローバルで展開している企業の水準を体感するっていうことはすごく意味があったなと思うんですよ。だからなんかそのアナウンサーの方であればですよ、一番最初からちゃんとテレビ出て、でこれが日本の最高峰なんだっていうのを体感した後に、例えばそれこそこういう YouTube でやるとかね、だったらこれが一つの基準なんだなっていうのを知れるっていうのは結構価値だったりするじゃないですか。そうですね、ですよね、一つのラインを知るということで、そういう意味ですごく、メリットもあるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、ちなみに質問でね、僕これすごい聞きたいなと思ったんですけど、真面目くんという人がですね、内田さん目線で最近の若手にもっとこういう意識を持ってもらいたいなど、何かアドバイス等あれば伺いたいですっていう、お伺いしたいですという質問をいただいていて、でこれまでどちらかというと期待するっていう意味だったと思うんですけど、でもなんかもうちょっとこうしてほしいみたい なんかそういうのがあれば、確かに僕も聞きたいなと思ったんですけど、聞いてもいい。僕は最近の若い人は立派だと思いますよ、要は、私が就職するときと か, なんか流れに従っちゃってでも逆に言うと立派っていうのを裏表で言うと、今後はですね、
キャリアを考える際に何かのこう会社に寄り添ってずっと行くっていうんじゃなくて、もう例えば自分を会社と見立てて、例えばあの、まあ、北野さんだったら株式会社北野っていうのは10年とか20年とか30年どういうふうにしていくんだろうと、でそれがある企業とバッチリ合えばその会社にずっといればいいし、まあ、そうじゃなければどうやってこうキャリアを作っていくんだろうっていうのをやっぱり考えてる方も結構多いと思うので、その辺をやっぱりちょっとこう、まあ、考えるような、だ自分がもう自分の個人事務所の、経営者であって自分なんだっていうような感じで考えていくといいかなと思います、ね。なんか意外ですね。というのもなんかよくネットニュースとかで見てると、うん、なんか60代とか70代ぐらいのこう偉い経営者が最近の若者はみたいな気合が足りんみたいな支えみたいな、なんか若い人からすいませんでしたみたいな、うん、なんか そういう声もあるじゃないですか。それはじゃそういう感覚ではないってことなんですよね。だからやっぱりあの時代を捉えてると思うんですよね。いいことで言うと若いっていう力はやっぱ時代を捉える力、当然あの、うん、例えばもちろん人生君としてですとアクセル踏んだらいいのかなと思うんですけどね、あのお聞きしてると、まあ、本当にいろんな経験もできるし BCG もしくはコンサルティングで働いてみたいなという方も多いと思うんですけど、もちろん全員が働けるわけではないと、うん、あのさっき、ね、その弱みを見せられるとかっていう人としての必要というか魅力に感じること見ているところも教えていただきましたが、能力としてそのどんな能力が求められているっていうのは、そのさっき人に、ね、好かれるとか、ね、人を好きになれるっていうのもおっしゃっていましたが、能力はね、うん、今必ずしもバッチリなくてもいいと思うんですけど、うん、やっぱりグローバルに対して挑戦していくみたいなところは、あのこれは別に英語ができろって話じゃなくて、うん、別に英語なんかはもう別にブロークンでもいいと思うんですよ、うん、やっぱインド人と戦えるぐらいな気概をですねやっぱり持つ感じにやっていかないといけないと思うんで、はい、まあ、そのためにちょっとこう、まあどんなことをやっていったらいいのかっていうのは、うん、あのこれどんな業種でも関係すると思うので、そこは頑張っていただきたいなと思いますけどね、うん、もう一個聞いていいですか。僕、はい、すみません、僕がすごく聞きたいのはやっぱりこれまでね、いろんなネットのニュースとか見てて、コンサルティングファームは確かにこれまではすごい伸びてきたと、うん、だから一本伸びてきたからこそこれから成熟していくんじゃないかっていう論もあると思うんですよ、戦略コンサルっていうものはっていう。でだからなので学生さんからするとこれから伸びていくのかなと、確かにこれまで5年10年はすごく勝ったし、うん、BCG もすごく伸びてきたと思うんですけど、これから先成熟していくんじゃないかっていう論、まあ、関西の話もちょっと似てるかもしれないですけど、これは どう思われますか。まあ、まずこれまずコンサルティングって狭いことで考えると、うん、経営コンサルティングでいうと GDP 比でいうとですね、日本はあとこれから10倍伸びるんですよ、アメリカとかヨーロッパと比べると。まだ初期的なので、うん、まあ、野球でいうと2回の表みたいな、あのそんな感じだというふうに思っていただいていいかなと思ってます。あと、まあ、そうですね、そこのところが非常に大きいなと、うん、もう一つはあの我々あの別にコンサルティング会社だっていうふうに思ってなくてですね、やっぱりあのアンロックしていきたい会社さんとか、うん、あるいは政府でも、まあ、公共団体も助けてるんですけども、うん、そういうところをお助けするってことなので、あんまり自分たちコンサルティングと思ってないんですよ。だから例えば昔で言うとあの例えば昭和40年代の昔のこう日本工業銀行とか、あ、例えば半沢直樹なんていうのは、うん、私はコンサルタントに近いなみたいに思ったりしますので、アンロックしてますもんね、だからあれですね、あれがやっぱり必要なので、あのなんかそういうようなところっていうのが、すみません、ちょっと他社の番組だったら、いや、うち大丈夫、大丈夫ですよね、多分大丈夫かなと思いながら。半沢直樹はコンサルタントとしてもやっぱ優秀ですか。あ、優秀ですね、いや欲しいですね、欲しいですね、欲しいですね確かに、そうですね、すごい社長落としてきそうですもんねすごい案件取ってきそうですよ ね、まだまだお聞きしたいですし学生の皆さんも聞きたいこと多いと思いますが、ちょっとお時間ここまでということで、内田さんからもっと BCG を知ることができるインターンシップですか。あ、そうですね、あるんですね、と教えていただいてもいいですか。はい、はい、ちょっとこれ宣伝になっちゃってですね、急に小さいやつらだなと思われちゃうかもしれないですけど宣伝していただきます。インターンシップをですね冬にやらせていただきますので、はい、ぜひですね、これ冬場12月ですけど、これは残念ながら今回はあの要はリモートな形なんですけれども、こういう形でちょっと体感していただきたいのは、やっぱりどうしても分かりにくいと思うんですよ、コンサルティングって。なのでここで体験していただきたいっていうのと、次のページにちょっと書いてあるのはどんな感じかっていうと、はい、ちょっとこうなんか笑顔が白々しいかもしれないんですが、あのこう切磋琢磨感ちょっとこれリモートでやるんでちょっとやり方が少し変わる、ちょっとこう密になってますんで、あのですけれども、なるべくこうやっぱり我々オープン、こんなとこだよっていうのをちょっと味わっていただきたいというふうに思ってますので、ぜひ積極的に応募していただければなと思います。
僕本当に安い一番最後質問で締めるのもなんなんですが、よく言われるこういう外資系コンサルとかって報酬がねもう一律年功序列じゃないというじゃないですか。それは実際そうなんですか。できる人間ほどいっぱいもらえるんですか。最初はそんなことないですね。だいたいそんなに差はつかない、どちらか差はつかないし、あと、まあ、年収が差つくというのはプロモーションっていう、 こう昇進でスピードが違ってくるので、いうところですね。ただ、まあ、ペースがあるから別に急がなくてもいいし、あとこれだけ、はい、なんとなくねコンサルティングファームってやっぱり東大とか京大しか入れないんじゃないかなっていう質問でまだまだやっぱ聞かれるんですよ我々も、はい、それはどうですか。このインターも思ってました。そういうふうに、いやもう関係ないですね。そもそも MBA だとか、学歴とか英語ができるかとかそんなのは関係なくて、やっぱりこういうまあ半沢の木魂とかあるとか、つまり人もポテンシャルさえあればアンロックしてくれるんですね。そういうことです。アンロックちゃんとしてくれてポテンシャルの高い人間を見てくれると、はい、で、報酬も北野さん夢があると思っていいですか。ですか。いや夢はあります。夢ありますか。夢あります。わかりました。じゃあそこを期待してということでございまして、ここまで、はい、内田さんにお話聞かせていただきました。元上司、雲の上の人のお話聞いて、北野さんいかがでしたか。いや面白かったです ね。なんかコンサルティングファームも変わりつつあるんだなっていうのは、うん、僕もすごく感じました、ね。はい、ぜひインターンシップもということで、そちらで学生の皆さん詳しいお話も聞いていただきたいなと思います。ここで日本代表の内田さんにお話聞かせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。会社を事業を経営することであるというすごくシンプルなことです。なのでこの